するしない？ひなたの部屋。今回は土田講師アプロです。いらっしゃいませ。お邪魔します。いらっしゃいませ。なんだよ、ひなたの部屋って。もうそのままですよね、うち。土田さんにね、いろんなプライベートなお話を、はい、麻雀以外の土田交渉の話ってあんま出てこないですよね、はい、ないから。薄いのよ、人が。うん、え、髪同様、髪増えたじゃないですか。内容がないのね。プライベートそんなことないよ。内容あるっぽい言い方超得意じゃないですか。いやいや。すごいですね。土田さんといえばね、最高位制同期で。本当。え、待って、私ね、よくね、土田さんがレジェンドっていうのは理解してるし、今まで取った数々のタイトルも知ってるし、もうすごい方なのは知ってるんですけど、どんな風に生きてこられたかをよく知らないんですよ。あ、そう。うん、生い立ちからは知らない。大事に大事にされて生きてきたのよ、ご両親に。もうそうだし、プロになってからも。あ、そうだったんですか。うん、本当にね、過保護、周りも、両親もプロの先輩たちも僕も過保護だった。仲良く、大事に大事に大事に育ててくれた。仲良くしてた先輩のプロだったり仲間のプロってどなたなんですか、お名前。やっぱり伊藤優子。あ、優子さんはだってみんなに優しいもん。僕の兄貴ですから。優子さんが良くしてくれた過保護の一人。もう過保護の筆頭ですね。あの人の引きがかなりあって、いろんな場面に出させてもらったり、あと安藤さん、はいはいはい、あの人とか小島先生とか、もうレジェンドの名前しか出てこないわけですね。小島武、安藤充、伊藤優子と、この3人に引っ張り上げられたっていうか、皆さんに可愛がってもらって、はい、今ここに、はい、その時代って何年前のお話ですか。ですから1986年にプロ入りしたんで。86年プロ入りなんだ。私は88年です。生まれる前にプロ入りしたんで。そういうことですよね。だから1986年からの10年間はそういう形で大事にされて、1997年に初めて割れ目でポンに小島先生が、はいはいはい、土田ミスターの割れポン、誰かプロの中でいないかって言われたら、うん、お前出してやるからって言われて出させてもらったんですよ。1997年っていうと僕はちょうど38歳の頃。38歳に初めて出て、もう麻雀のなんかこう映像の中で割れポンって言ったらね。そうです、もう本当に。で、モンド、モンドがもう22年ぐらい経つのかな、22年ぐらい経つのかな、うん、ですからそのちょうどその頃じゃないですか、ね、2000年になる前なんで。すごい、そういえばその時は安藤さんと優子さんで、うん、お前出ろって、出させてやるから、もう他のプロたちの何であいつかって、ね、絶対そう思われますよね。なんでタイトルもあんまり取ってないのに、なんでってみんな思ったって思います。本当に過保護だ。愛されてたんだ。育てられて来ました。でもそれはやっぱりそれだけの魅力と、打ち手として才能があるから。打ち手としての才能はなかったんだな。ありましたよ、タイトル何個取ってきたんですか。いや、あれはね、月、日向と一緒。いや、もうやめろ。おい、やめろって言っちゃった。日向と一緒で、腕がないんだけどパイの方が来てくれてた、そういう時期だった。愛されてたってこと。そうでもそれだけじゃやっていけないですよ。あとトークよね。土田さんの魅力って言ったらもうこのベシャリーの方ですよね。僕はね、恥ずかしがり屋なんで。え、ごめんなさい。20代20歳から麻雀教室の先生のアシスタントやったんですけど、はい、ずーっと話せなかった。え、顔真っ赤になっちゃって。ごめんなさい、イメージが全然ちょっとわからない。もう人前に出るのが嫌だった。あ、今でもそうですけど。全然伝わらない。いやいや、今でもそうですけど。今なんか全然そんなことないじゃないですか。今仕事だからできてますけど、普通に恥ずかしいんですよ、知らない人の前に出るの。すごくこう気が引けちゃう。そうは見えないんだけど、実際はそうってことですか。だからM リーグの解説を初めてさせていただいた時に、楽しかったな、あれは、うん、すごかったんですよ、この心労、心労というかドキドキしちゃった。ドキドキしちゃうし、息詰まるし、うん、いや、どうしようどうしようってずっと思ってました。でも大好評だったじゃないですか。いや、あれはサイドにいてくれた近藤
聖地プロとサイコ、はい、サイコイとそれからミサさん、ね、ミサちゃんのおかげですね、あの3人の並んだ絵はほっこりでしたね、かなり助けられました、すごい楽しかった、もう赤さんが会った時に目がチケチケしちゃうとか言ってるあのツッチーの声可愛かったですよね、何なんだあれは見てくださった方多分全員がまた聞きたいな、この舞台にツッチー呼んでよって思ってたと思いますよ。そうですか、反響すごかったんじゃないですか。自分としてはその実感はなかったんですけど、 SNS もうちょっとやってくださいよ、いっぱい書いてありましたよ SNS ねツイッターとかね、今ガラケーなんで、そうなんですよ、パカパカしてるんですねツッチーね、はいはい、でもねやっぱりあの見てる人私もそうですけど、そんな緊張感の中でドキドキしながらちょっと震えながら土屋さんがやってるとは全く思わなかったです、うん、あ今日も絶好調でなんかいろいろ言ってるなみたいな面白いぞ今日もみたいな、本当に初めてかな、あんなに解説しに行くときに資料持ってったの、持ってったそれがないと不安なんですよ、確かに、でも資料の心の糧になりますもんね、何を突っ込まれるか分からないから、うん、だからそれをなんかうまく引き出し使えたらいいなと思ったけど、ほとんど見ることでいいなと、もうそれが、ね、見れなかったと言ってもあれだけのね、まあ、精神安定剤みたいなもん、そうそうそう、内容があればもう私たちは楽しかったです、そうですか、うん、もうね実際はそうだったんですね、いや意外ですよ、出る機会がねやっぱり毎年ね減ってきてますから、まあ大事なんですよ今日という日もいや本当本当減ってないよ、いやもうね年々輝いていくじゃん、いやいやいや頭それで何を聞きたいの、何でも聞きたいんですけど、ちっちゃい頃ってどんな子だったんですか。僕はね、うん、時刻表を見る子だった。え、時刻表、電車の3歳、うん、時刻表を見て、昔本だったでしょ、熱い熱い本で、はい、駅名まず全部覚えて、それから各駅停車の旅が好きだったんで、各駅停車で日本一周するにはどう乗り継いでいけばいいのかをいつも考えてた。これ何歳の時ですか。幼稚園の時。幼稚園の時に、はい、変わった子ですね。変わってるんですよ。その本を見てて楽しいの。これでもそう、時刻表の時間と時間がこうつながっていくのが好きだったんですよ。だから数字すごい好きだったんですよ。今につながるのか、それが数字が大好き、数字を扱うのが大好き、だからこの間の M リーグの時もデータを見てたらもうワクワクしてくる、うん、数字だから、数字がね目の前で踊り始めるぐらい数字を見てるのが好きなんですよそんな乗り継ぎしっかりチェックしてる人なんてミステリー作家ぐらいしかないですよ、電車使ったトリック使うで自分でそんな見るもんじゃない、お母さんとお父さんにその車掌さんの、うん、売ってったわけですよね、チケット切るのと、はい、カバンと、うん、それ一人で下げて、次は品川、次は大井町とかやってたんですよ。東海道線ね、東京から大阪まで全部言えたの、東海道本線。遊んでる内容が今のやつですか。え、電車が好きとか。電車が好き。その物自体も好きなの。電車のガタンゴトン、あ、はいはいはい、それは分かる、かわいいですね、そのちっちゃい子はかわいい。で、ガタンゴトン、ガタンゴトンでどうやって動いていって、どうやってどんな街を通っていくのかなっていうのが好きだったんです。好きだったんですよ。いや、いる、結構いますよね、そういう方ね。でも、ちっちゃい頃からもうそういった、ちっちゃい頃から、そう、数字が好きで、電車が好きで、競馬競馬やってますよね。競馬始めたのが小学校1年の時だったんで、え、父親がその競馬 の, その 週刊誌っていうの、うんうん、週刊誌を毎週買ってきては捨てるわけですよ。お父様が好きなんだ。そうそうそう、お父さんは大間さんが好きで、大間さん大好きで、うん、馬は生き物だからって口癖だったんですけど、はい、それ好きで資料として本買ってくるんだけど、ゴミ箱に投げた捨てた本を自分が持ってきて読み漁ってた。それは何を見るの。数字、時計時計、ラップってあるんですよ、あの馬の、はいはい、最初の 200m の時計とか、うんうん、次の 200m とか最後の 200m とか、それを出してきて、あ、この馬もしかして着順悪いけど強いんじゃないとか思ってた。数字なんだ。小学校1年で、わあ、それぐらい好きだったんですよ、その数字で遊ぶのが。え、じゃあもうこの馬は伸びしろがあるとか。そう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 
で成績がまた出てくるんで、やっぱり走るじゃんって父親に言うんですよ、うん、お前何分かったかようなこと言うなよとか言われながら遊んでた。ちょっと変わった子だったんですね。もう本当にね変わってましたね。じゃあ算数が得意ってことですか。算数得意ですね。それで、そんなに数字好きなら手段やればって母親に言われて、そろばんを小学校1年から同時に始めたりしてたんだけど、1年生の冬休みに麻雀を教わったんですよ。あ、出会ったっていうか家族麻雀してるのずっと後ろで見てて、すごく真剣に見てたから、じゃあ今のうち教えちゃえ。ご両親が教えてくださったんですか。下敷きだけね、役の書いてある。あ、はいはいはい、役一覧みたいなね、これで覚えろ、それだけですよ。でそれで裏に点数表書いてある、これで覚えろ、それだけ。これ小1の冬。小1の冬で、小1の冬、それから3ヶ月経ったあたりでもう覚えたんで、やらせてっつって家族麻雀覚えたんだ。一人で覚えた。最初はさすがにね、最初の1週間ぐらいは帳簿もしたりした。だけどそれダメなんだよって言われると、覚えてる自信があったのにそれを崩されるんで、すごいショック受けてまた勉強するわけですよ。もう小学校の授業中に勉強してた。どうやったら役作って上がれるんだろうみたいな。でもあれも数字の並びですね。そう、だから好きだったんです。あ、それが今につながるんだ、はいはい、デジタル派だから。そうですね今神様が上にいますしねデジタル派はね。いや、そうなんだ。そうそうそう、だから最初はデジタルだったの。平成3年までね、うん、え、平成3年まで今から28年前まではデジタルだったの。はい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 、そっからですよ。何があったんですか、その時に。桜井翔一っていうね方が現れて、うん、札幌に呼んだんですよ。え、偉そうに呼んだの。偽物だと思ったから、本物だと思ったら、あの、そんなこっちから行くじゃん、偽物だと思って来てください。平成3年、そう、伊藤優子さんを返して、うん、先輩返して、お前来てくれるわけないじゃんつって電話で桜井さんとやり取りして、めんどくさいよって言ったんだけど、うん、何度も何度も電話してるうちに来る気になってくれたようで、うん、言ってくれよ自分 で来てくれた。呼んだんだ。来てくれたんですよ。その時の会話はどんな会話するんですか。どこで、そのあって、あ、会いたかったんですよね、本物か全然分かんないけど。あの千歳空港降りてきました、うん、ね、桜井さんだと思って、オーラが違うわけ。やっぱり会うなり、あ、お前こうしようかってね、うん、俺今日風邪ひいてんだよ、あ、言い訳始まったあ、言い訳言い訳と思って、体調悪いんだ、体調悪いんですね、うん、じゃあなんかあの観光ちょっとしてから札幌市内入りましょうかっつって支笏湖を回って連れてって、俺もバカだから、うん、本当にバカだなと思ったのはそのまま退局させちゃった。疲れてんだから、その日は夕方着いたら休ませてあげればいいのに、夜その札幌の猛者、若い校長は、若い校長は札幌でも打てるというね、 裏でも長響いてる人たちばっかり集めて、ほらどうだって、うん、勝てるわけないでしょって、そんなに麻雀簡単じゃないよねって、やった、勝つかもしれないけど負けるシーンもあるよねと思ってやってもらったんですよ。いい、めんどくさいなって、4回お願いします、長えよってまず言われてまあ3回もやれず、いや2回でもいいかなとか言ってた、うん、どうしてですかって、やれわかるよって、で始まった。日本ちゃん。で僕は入らないんで、後ろでイカサマしないかずっと見てた。ね、どっかですり替えるんじゃないか。うん、だけど一回戦のトン一曲、はい、シャーチャーかなんかで当たったんですけど、桜井さん第一相撲持ってきてパッと切ったんですよ。うん、第一相撲持ってきて切っただけですよ。うん、もう相手3人の猛者たちの雰囲気がそれで変わっちゃった。あ、勝てないって。え？それでわかるんですよ、強いから、みんな。強いから、はい、それ以上強い人ってすぐ分かるんですよ。第一打されただけで、あ、もう全然レベルが違うって分かるんですよ。第一打しただけでですよ、普通分からないんですよ、普通の人は。だけどレベルが上がれば上がるほど、その第一打をされただけで分かるんですよ。あ、勝てない。漫画みたい、漫画みたい、本当に漫画みたい。僕も後ろで見てて、あ、こんな人いないなって思った。あ、全然違うって、あ、本物なんだってもすぐ分かった。本物なんですよ、本物って本当にいるんだなと思った。で、麻雀には絶対がないじゃないですか、ね、その日の運布テンポもあるし、 あと相手3人関係によってもだいぶ変わるじゃないですか。それを覆された、麻雀に絶対があるって。ついてなかったんですよ、後ろで見てたら。
ついてなかったの鍵盤を、あ、風邪ひいてるだけあるなと思うぐらい、うん、あのバラバラな手が多かったんですけど、2連勝して、え、2連勝して3回目はもう途中で何の1曲の親だったかな、もう7万点ぐらいになったんでやめたんです。もうやる必要ないから、テンポが溢れすぎて。3連勝ってことですか。でもう参りましたですよ、その表で活躍してたプロも裏で活躍してたプロも本当に参りましたって、尊敬の念しかなかったです、終わった後。それぐらい違うレベルが、すごい、なんかドラマみたいな話、ドラマみたいな、あの麻雀にそれがあるんだっていうだけでびっくりですよ。もう後にも先にもそんな人見たことない、打ち手として。いや、そこからあれですか、自敗から打たなくなる、そのジャンキ会っていうのをやってたんで、はい、通った当初は自敗切ってた、第一弾にみんな、うん、切ってる。だ、馬場が、馬場がいや違うよ、それ優子さんだよって二人でやり合ってるんですけど、未だにあの第一弾に人のお高勢を切る、三元牌はいいんですよ、共通の牌だから、人の風牌を切る時だけ失礼っていう、言えって桜井さんが言ってたんですよ。それはあの喧嘩売ってんのかみたいになるから、あのシャーちゃんに対してシャー大ちゃんに切ると、 おい投げるな、泣いてみろみたいな、そういう時は失礼って言って切れって第一ただけね。したらあまりにも失礼の声が多すぎて失礼ってやってるもんだから、あのじゃあ第一だ、じゃあ切るのやめよって、そのそこからなんですか。そこからなんですよ、たわいもないところからだったんだけど、結果的にはそれがいいあのトレーニング方法につながったって。訓練だっておっしゃってるじゃないですか。訓練ですね。その訓練で役に立つ面っていうのはどんなところが大きいんですか。対極観ですね。対極観、はい、対極観が養えることと、うん、あの予測力っていうか予知能力では予測力ですね、うんうん、未来予測が結構精度が増していくっていう、その曲どうなるのか自分がですよ、うんね、そういうことなんです。桜井さんに言わせれば全体がどうなるかも読めるみたいですけど、そんなことは無理なんで、自分のことで精一杯ですけど、自分がどうなるのか、この手牌の行く末はどうなるのか、あるいはその曲どういうふうな、例えば仕掛けで上がりに行った方がいいのか、うん、面前で闇点がいいのか、面前でリーチがいいのかっていろいろあるじゃないですか、上がりに行く場合、うん、その選択肢を第一弾の段階で決めろよって、そういう曲にしろよって、そのために自牌切らないんだよっていう教えなんですよ。だから結構難しいんですけど、やっててよかったなと思いますね。安易にこう中途半端な実力で真似すると結構痛い目見ません。はいあれだから、あの本当の理由を分かった上でやらないと、うん、あのただのモノマネ、そうですよね、やらない方がいいですよ。止めるんですか。じゃあ周りの方が土田さんみたいに打ちたいって言った時にはなんて返すんですか。いや無理しない方がいいねいやまあ、好きにやった方がいいよね。僕の弟子たちでも自敗切る人たちも多いし、うん、そうですよね、切らない人もいるし、それはもう本人の好き好きですよ。お弟子さんって今何人ぐらいいらっしゃるんですか。そんなにいないですね、12、3人かな。そんなにいるの。全国ですよね。はいはい、